城県小美玉市に所在する航空自衛隊客輪基地に配置されており、事故等で墜落した自衛隊機の搭乗員を救出することを主たる任務としています。航空事故は時、ところ、天候を選ばず発生するため、私たちは24時間365日の救難待機についているだけではなく、日夜厳しい練習を積み、その能力の維持・向上に努めています。そしてその訓練で培われた高い救難能力により、災害派遣という形で民生協力にも当たっています。最近では新潟県中越地震での被災住民の救出や阪神・淡路大震災での救援物資の空輸などが皆さんの記憶にも新しいところでしょう。私たちは警察や消防、海上保安庁などが対処不能と判断した場合など、非常に厳しい状況下で出動するケースが多く、救難活動最後の砦と呼ばれています。本日はこのオートボルテージ2007の会場の皆さんに、私たちの日頃の訓練の成果の一端をご覧いただきたいと思います。手をご覧ください。水色のジェット機が侵入してきました。これは U125A という救難捜索機です。この救難捜索機は固定翼ジェット機の特性を生かして、いち早く遭難現場に進出し、そして遭難者を探索します。広い海上で遭難者や遭難船舶を発見するのは非常に難しく、捜査に時間がかかることがあります。このような場合、航続距離の短い救難ヘリでは十分に捜索時間を取ることができません。ビジネスジェットを改造した U125A は航続距離が長く、長時間の捜索活動に従事することが可能です。捜索には搭乗員の目視の他、レーダーや赤外線画像装置を使用します。胴体下部に大きな膨らみがご覧いただけるかと思いますが、これが360度探索レーダーです。また機首下部には丸くて、そして白いターレットが見えますが、これは引き込み式の TIE と呼ばれる赤外線画像装置です。 RO と呼ばれる機上無線員がこれらを操作し、目視捜索するメディックと呼ばれる救難員と連携して遭難者を発見します。 U125A はランディングギアを下ろした状態で飛行していますが、これは飛行速度を落とすためと救難援助物資投下のためです。救難援助物資投下用の穴が左主脚タイヤの収納庫上にあるため、投下のためにはギアダウンする必要があります。再び会場をご覧いただきたいと思います。白のもの、そして白のヘリコプターが U125A の誘導に従い侵入してきました。このヘリは UH60J という救難救助機です。UH60J は米軍の UH60 グラフ